この橋本さんの悲しい戦いを見せるしかないのか。はい、じゃあ、あのさんと橋本さん、五崎、五って書いてるけど四だった。あのここは書き換えなくていいんですけど、ここはちょっとクレイジーダイヤモンドでこのクドラックっていう字だけをこう一定の部分まで戻してこうクッティーできないかな、クッティーにできないかな。はーい、四先ワンピー側がさあ 2P を取るとイージーカムイージーゴーのシフトのパーツがちょっと高くなる、上に簡単になる。さあネシカでも 2P 側がやっぱり有利なのか。サーベラス、しかしイージーを選ばなければ別に問題ない。やっぱクドにはイージー、しかし気絶90だっけこの男、なかなか。ジャンディ ABABC でピオル、あ ABC でピオルや。さあしかしゲージがいきなりカウンターしっかり確認して、ジャン CD もう一回入れる、ワンコンで 50% 回収できる。シュッシュッ、さ最大入れた、しかし半分は減らない。しかしゲージ回収が投げて半分になってしまって、ジャンプで逃げる。さあカウンターしてしまった、漏れたのか、ピヨってしまって、さあどのパーツで EX ライサー、あ普通に死ぬわ。しかしビダッシュ入れないといけない、このパーツはたまに見せる。あもう普通にエリアル行けば死ぬ。あはいはいはい、妥協許さない男橋も、まあああいうところで妥協するとなんか変なところで落としちゃうかもみたいなのありそう、ありそう。さあしかし殴ってるだけで相手のゲージも2ゲージ、あ先方って空中ガードできたっけ、普通に空中ガードしてたから相手も前できなかったような気がするんだけど。ジャン CD か 2B、 ジャン BC、 ジャン AB 投げて、ジャン D 投げて、ジャン D 投げて、投げるのほいズバー、いや気絶値50、間違った、 ABABC や。この出血から逃げるよ、これ赤いやつや、あのさんマジ救出。はい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 、ほいほい、ビーよここだ、はい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 、ビーよここだ、はい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 、じゃあズバー。さあフィーバーして橋本さんがまず1、赤でいいんじゃないかな、赤でいいんじゃないかな。どうやって書こう、正の字、正の字、赤ペンまんまと。対策がいい、きれいに赤く染めると赤いサーベラスのカラーが赤くなっちゃう。シュッシュッ、スウェットゴー、フライ、これは美味しいカウンター、体力かなり動向を見ている。さあジャン A が冴えている、ゲージもう一個欲しかったが、これ痛い、投げは通らない。さあ暴れが冴えている、足をシュート、シュートシュッシュッ。さあゲージ使って殺せるか、 EX で死ぬか、うーん
微妙。これならいいよ、クサク。まあ、50% だからね。50% だからね。すごい。あれボタン押していたか。いい時間、いい時間。はい、はい、はい、ほい、はい。いいよ、グダー。はい、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 ミッシュ。いいよ、グダー。はい、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 シュッシュッ。魅力だ。はい、ほい、はい、ほい、はい、パッパッパッ。ちょっとミスってしまった。しかしこれは安い方のミス。安くない。さあ、空中ガード負荷のタッチ D。さあ、バレはしっかりしている。ゲージがもう2本溜まりそうな橋もし、2ゲージあればもういい時間、短で殺せるが、これはかなりガメ足。かリュークぞ。ちょっと無敵っぽいので投げつかったかな。遠征でこれは君のマッチョだよ。さあどうするのか。リュークぞ。止まってたサベの時が、しかし橋本さんも3ゲージ溜まって何当たっても死ぬ。さあ危なかった。あのさ、今暴れが負けていたら万事休止だった。さあ積極的にザンゲちゃん、ザンゲちゃんか、ザンゲちゃんは破壊していくスタイルだ、だがさあ相手のゲージはだいぶ削ったので橋本さん結構有利だが、あのさんはどうする。開幕バックジャンプ。さあゲージが溜まる。さあ画面端壁を作る、あのさん投げられて画面端、これはエクシで行かずにいい時間、いい時間。 ABABC 4A 2A AA だ。 A A お B でもいけた。あ、そうか、 2P が 2P だからあれでいい、 2P だからあれでいい。あー、そこ。しかしこれでピを出せられればだいぶ美味しい。フライなーん、 C ビートがカウントす。そう、ニュービーで拾ったらうまい。しかしゲージはたまらず、行くぞ。これが君の末路だよ。行くぞ。さあ2ゲージたまって足回し、今の半角っぽかったか。さあ弾幕張る、あのさん画面足きつい。さあ中上り中段になった。はいはい、しかしオーバーヒートしてるぞ。はい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 、アオーバーゼアしていたらバンジキュースだったか。バシュッと拾って、これはいける位置だけど、はいほいはいほい、 ABAB 石ホッオーバーゼア ABAB シュッシュッといいよグレー。はいはいはい、しまーす。ゲージ 1.5 あるんだよと。ゲージありがとう。ゲージありがとう。やばい、あのさやばい。自分で言っていくスタイル、これ広めなきゃ、広めなきゃ。セリア64サベユリって言わせなきゃ。隣で悲鳴が聞こえる、悲鳴が聞こえる。ゲーセン中野 TRF ご期待ください。あ、おっと危ない。あ、画面足これきついハメ。さあ弱攻撃を重ねてかなりガード後をこんなにさせる当て方、うまい。今すごいうまい感じのコンボパーツ見えた。うわかっこいいようにエイパーなんじゃないか。さあ戦法ダメージ高い。あさあこの試合はかなりあのさん優勢でフェーズ2に行く。ガオミーヨコだ。さあリターン重視のミーヨコだ。残虐。さあただのハイジャンプも落としづらいハックドラッグ。ガンダッシュで避けたが届いた。しかしまだピオラ
ないと思いたい思いたい。ああ暴れたところ、この出血感残る、何やっても死ぬ。ドド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 。意外とこれいつものパターンのやつで、まだ残機橋本さんあるから大丈夫、まだ橋本さん残機あるからいけます、これいけます。なんかすごい痛がってる詐欺屋さんっていう人それはあのなんか肘を打った感じのモーション、弱そうなモーションしてる。さあ4本目、あ、ジャンシジャンシ投げて、さあファースト、おっと空中狩りして、シュートシュートシュート、最大限使ってダメージは取る、とりあえず取る。ゲージもたくさん回収と思いきやクドラックもいっぱい溜まってんだよな。さあタクがすごいところ打ってピオるのか、あピオる、あミスってしまった。はい、この画面8入れ替えられるこのパーツ素晴らしいですね。はいはい、さあ安定の安定だが、しかし一番ダメージが高いパーツで倒していく。さあこのまま勝って4先にリーズ、うわー。さあもうちょっと画面端が近かったらかなり痛いことになっていた。90なら余裕でピオルパーツが見えたであろうが、さあ足の戻り際が当たっていたそう。さあ隙にちょっと今日は噛み合ってる感じがするぞ、橋本さんとアンさん。シュッシュッ、リエブグで、イゲージたまらないのでイージーのコンボにはいけないが、どうする、弾を全部使ってダブルエリアルのルートは、あーおいしい、行くぞ、体力回復してなお逃れる、痛い痛い、ちょっとカス当てだから安い、タッグして、はい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 、 EX でクド限定パーツしたかったが遠視が痛そう。おっと、うんうんうん、ディレイコパンか。さあ、オーバーヒートなので安いが、投げられて、これはまずい。はいはいはい、溜まってる溜まってる。しかしまだまだいいゲージ 1.5 本ある。橋本氏あれ、あー調べとけばよかったな。はい、投げはすかして、すかしてない、 EX シュート一発だけ当たって、さあどうする橋本氏。さあとりあえず弾幕ごと逃げる。応対カウンター、さあどうする、どうする、おたえゲージあるぞゲージあるぞゲージあるぞ、2-1-0。さあ逃げ切って橋本さんが3本選手、さああのさん、ここで怒涛の追い上げ見せたいところ。ガードしちゃダメという隣のゲーム、隣のゲームをガードしちゃダメ、同じゲームなんだけどな。滑ってゴー、これハメ、はい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 、イエーオー、待って、うーマジか、ずるずるないずるない。さっきで違う、さあこれは美味しくて、はいほいはい、おっと受け身した人用のパーツ、ここで一発逆転かけた足持ちだったが、投げて、投げられなくて、イビン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 し、シュッシュッ、ここから両方こけて橋本さんの先動けるか、おまぜ、おー上から殴られて、逆転のパーツがまだないが、なあシューティングゲーム、ゲージをため、さあガードブレイクが当たればワンチャンといったところだったが、
一応受け身目がいいとちゃんと両対応できるんですけど、一応受け身取ると取らないで2択でかけられる状況。さっきのねオーバーゼ、さあ B ガンダッシュ AB ACD かな。さあジュナン君の頭突きが当たって一瞬消す、セエクストスインしてまだ消えない、消えた 2A よ。さあ EX シュート避けて、どこ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 食材から大町 EX 拾って、ちょっと前後わからない、はめちょっとこれ追いついてドーン、はい、ほい。さあどうするのか、こういうとこういう場面が一番きつい、スタンチも少なくてでもダメージが欲しいみたいな、はいほいはいほい。 ABAB 西アバゼ ABAB ビアグダダブルエリアに行った、はい、あっだが逆に、あスタンチを回復させつつ、これはしかしイージーが一発でまたると勝てる、ビンゴー。そう、あそこで攻撃出すと理論上イージーが当たる、差別会はやろう、頑張ってかぶせに対して早出ししてくる相手に対してああいうイージーが当たりやすい。オーバーゼ起き上がり EX 放末かっこいいけど、これなんか同じやつやってる気がするのよ。ぬわーどうなってる、あ、行くぞしなかったんだ。さあ50%あるので、ミスった、マジ。さあ EX ハッエクシードハッカー、さあ全部レンガなのでどうしようもなかった、日本取ってくアンドさん。だが橋本さんがリーチですよ、リーチですよ、まだ橋本さん負けても大丈夫だが逆に追い上げペースの方がまずいかもしれない。さあどうなる、おーおー慌てんぼう的、鼻めっちゃ出る、さあ鼻入ってるかわからないんですよ見える我が盾となる、さあ鼻噛んでもないうちにアンサーコンボ入れてる、 EX 放末 6B で拾って、え、つい離れてるだけです。さあ体力半分減らして、あー投げられた、体力半分減らして画面足の状況とても辛い、ピヨっちゃう、ハイハンでピヨって、くらえ、これは間髪、あーっと投げられて、うわ、うん、ゲージ2本あるからワンチャンあるけど、フラーでした、揺れ込み、うわ、つながってた。さあ1ラウンド取れないとかなり辛いが、消えてた、開幕前転新しい拾いはうまい、はい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 、 EX 放末、はい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 
投げが怖い。しっかりスタンチ回復させて、しかしまた食らってしまった。我が糧となれ。これは当たって、しかしあそこにいるんだけど、ビンゴして頭突き食らって発生症。裏なあ。さあ3本選手、選手じゃねえや、3-3になって負けられない戦いになってしまった。俺血統サベ、血統サベしてるやん俺。みんなハメ入るからいいや。僕を見ている。さあファーストタッチは橋本さん。ほらガミ足いってしまった。アンさんもコンボをごまかして食らえ。遠征からイージ隠んねえか。今度検証しよう。バックダッシュ戦法、ちょっとすごいすごい、なんかバックステ並みの軌道を見せたんだけど今。飛び道具ザンディーというのは飛び道具雨、しかしあと3000ぐらい減らしたい。ゲージ入ってしまった。橋本さん、ゲージ2本あると結構即死クラスだが、この体力状況オーバーぜ。 EX でとりあえず状況を作る。ミーはここだ、裏EX 当たる、しかしミスる。しかし橋本さんもまだ逆転。うわー、うあれ食材じゃないの今、食材じゃないのあー今日、今日だと無敵ない、あー今日無敵ない、あーそうか今日無敵ない、そういえば。まずい、ちょっと暗転中にピュッて出てるサベの糸がすごいかっこよかった。今裏に回って斬新。さああの位置になるとサベ振る技がない。これまずい。あでも空中エリアル行って、橋本さんもうちょっと、うん、当たってない、当たってんの。あーこれハメ、先天でこれは即死クラス。あっとっつぁん即死、ヒゲシありがとう、コンボが見える。はい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 、あとはヤシマミスならなければいい。これミスってしまった系男子、多分おっとこれ押し切るのか、 EX シュート懺悔で避けるが、最後は C ビート。最後はラウンド取らせずに橋本さんが4先と。あなるほど、たまらなかった。これはあれかね、あれかね、橋本さんにコメントをもらった方がいいのかな。じゃあもらいます、もらいます。これは文句ないやろあーいやめっちゃ嬉しいです。これで免許改定一番乗りです。前10分ぐらい上がりましたけど、一瞬でボコボコにされてしまったんで、はい嬉しいです。あの3のクドラクすっごい上手いんですけど、やっぱりずっとやってる身としては負けたくなかったんで、はいちょっとできれば勝ち確エクシードで綺麗に勝ちたかったのと、あとあの勝ち確試合で食材ガードして僕ジエンド入れ込んでたから、隙間空いてたらすごいかっこよく終わってたなってことちょっと悔やまれるけど、はいサーベラスは最弱キャラなんで、この動画を見ても間違っても選ばない方がいいと思います。はいはい、それでは、昇格戦は以上となりますが、参加しましたが、同団員がおらず、ノーコンテストをやる3名がいらっしゃいますので、3人でリーグをやりたいと思います。ジムメカケット、ゲンジサベ、コースリアの3名でリーグ戦を行います。
では、ジオメーカーケット対現地スタメンでよろしくお願いします。ではその間に録画を止めておきましょう。